皆さんこんにちは。ケイスタンダードスタイルのケイです。今日はシェアサッカーの話をしたいと思います。実はこのスーツも、作って4年目ぐらいですかね。3年4年ですね。ですから YouTube にも一昨年と去年一度ずつシェアサッカーシリーズということでお話しさせてもらいました。一昨年はワイシャツとネクタイの合わせ方を中心に、そして昨年はどういったワイシャツが合うか、ネクタイとシャツを合わせるコーディネートを中心にお話ししました。まずはそれのおさらいから入ります。そしてその後、今回はシェアサッカースーツの上だけ、つまりジャケットだけを生かしてパンツを変えたりシャツを変えたりするコーディネートをちょっと楽しんでみたいかというふうに思います。なことでよろしくお願いいたします。一般的にはシェアサッカーのスーツには白のボタンダウンが鉄板ですよね。そして今日僕が着ていますようにライトブルーのシャツおよびイエローやピンク、こういったものが合わせやすいです。次にお話したのがシェアサッカーというのはいわゆるストライブなんですよね。ですからストライブ系のワイシャツはちょっと難しいんじゃないかということで、チェックのシャツがいいというようなことをお話ししました。マルチギンガムチェック、それからマドラス、それからチェックのシャツですね。こういったものにニットタイを合わせれば合わせやすいんじゃないかということです。ですからこのようなロンドンストライブのようなベーシックな生地でもシェアサッカーにはちょっと不向きですよね。ですからストライブ系を下げて無地かチェックで合わせるというようなことも前回お話ししました。基本的にシェアサッカースーツは夏には最適ですよね。汗をかいてもある程度シワが出てもそれが魅力になりますし、非常に便利な素材です。そして何よりネクタイはニットタイだけでいいんですよね。まあ、もちろんレジメンタルをしたりコモンプリントをなさる方もいらっしゃるでしょうけど、基本的にニットタイがあればいいと、しかも黒のニットタイがあればいいという非常に便利な品物ですね。まあ、そこに白のオックスフォードボタンダウンを合わせる、三つボタン段が入りのボックススタイルのシルエットのものを合えば2つ掛けで楽しめますし、真ん中だけを留める定番なやり方、さらにはちょっと変化球で一番下だけ留める胸元を大きく取る、こういった着こなし方もできますよね。ですからボタンの掛け方一つでいろいろ変化球を投げるということができます。まずはグレーのトロピカルドレスパンツから合わせてみたいと思います。あとは先ほどと変わりません、シャツタイトムに、まあ、シャツが無地ですからニットタイもホリゾンとか楽しむことができますね。グレーのトロパンツは非常にシェアサッカーと相性がいいです。僕の今年のテーマでありますニートネス、こんな気分を味わうことができます。ビジネスシーンでもいけますし、ちょっとしたタウンルックとしても活用できますね。またこれはこのようにキャップとスニーカーを持ってくることでちょっと今っぽいストリート感のあるスタイルに変化させることができます。まあ、非常に便利なパンツですね。ドレスパンツだからといって必ずしもかしこまるんじゃなくて、むしろドレスを持ってくることでいろんな遊び方ができるとも言えると思います。では次はパンツにネイビーの綿パンを持ってきました。そしてワイシャツはそのままライトブルーです。ちょっとこの辺りが寂しいのでバンダナを首に巻きました。ここに少し柄を入れることでプレーンな上半身に変化を持たせたということになります。パンツはこのようによくミリタリーで使う生地ですね、パンストーマーさんのパンツを購入しました。上半身はこういう感じでバンダナでアクセントを持ってきました。
パンツを1本変えるだけでちょっと違うスタイルに感じられるかと思います。パンツを同じブルーのコッパンにしまして、シャツにマドラスを持ってきました。ダークマドラスですね。プルオーバーシャツですけど、古いものなのでかなり色がはげてますけど、構わず合わせてみました。このようにネイビーのコットンパンツにマドラスシャツ、そしてシアサッカージャケット、まあ足元はスニーカーですけど、スリッポンとかサドルシューズとか、そのような革靴でも全然かっこいいですよね。まあ納体ですから、当然近所ブラ、あるいはそうですね、渋谷カウェイをブラをつくにはこのぐらいでいいんじゃないでしょうか。シアサッカージャケットにダークマドラスシャツは同じにし、パンツにミリタリーパンツを持ってきました。そしてシューズはワラビーを履いてみました。シャツの色とミリタリーパンツの色がどちらも汗た色ですので、相性がいいんじゃないかというふうに考えました。そしてクリアなブルーのシアサッカージャケットでニートネスが保たれてるんじゃないかと思いました。まあ、一番上のボタンまで留めてますけど、これはこのように開くとかいう方もあっていいんじゃないでしょうか。まあ、こんな感じの近所ブラスタイルですかね。はい、では最後にジャケットとパンツは先ほどと同じにし、シャツにプリントのシャツを持ってきました。そしてタイドアップをしました。カジュアルとドレスのミックスといった感じですかね。まあ、こんな感じでミリタリーの色とプリントのシャツが相性がいいですね。そこに爽やかなライトブルーを持ってきて、頭にはバケット、足元にはわらび。このように少ない手持ちのものでもいろいろ組み合わせることでちょっとした変化を楽しむことができます。まあ、皆さんはもっといろんなものを持ってらっしゃるでしょうから、よりバリエーションが楽しめるんじゃないかと思います。シアサッカースーツというのはジャケットにもなりますし、パンツを変え、シャツを変えることでドレスからタウン、ストリートまでいろんなアレンジができますので、楽しむことができます。ぜひ今年もシアサッカーを楽しんでください。ありがとうございました。